こんにちは、フィリツァです。今日はですね、コタキナバルの、現状をお伝えいたします。キナバル山の噴火でですね、いろんな、被害、出ておりますけれども、いい情報としてですね、先週あたりから、人気の、ジャングル散策のキャノピーウォーク、それからボーリン温泉ですね、